はい、どうも皆さん、こんにちは。TK ヒーローでございます。はい、今回はですね、久しぶりにフラッシュライトの紹介でございます。いつも通り、スルーナイトさんからいただいたんですけれども、こちらです。じゃじゃん。中身が、こちらです。はい。こちらですね、何年前だろうな。もう結構前になるんですけれども、TH30 というですね、頭につけるタイプのライトを紹介しました。それの進化版である、今回はですね、TH30V2 でございます。というわけで今回はこちらの紹介でございます。さあ、今回ね、この TH30V2、この TH30 のね、進化版というわけなんですけれども、先に言ってしまうと大きく変わった部分というのは充電です。はい。こっちのね、先代の TH30 の方は、充電がですね、この充電ポートで、マイクロ USB での充電だったんですよ。ところがこの TH30V2 では、まあ充電のね、場所は同じなんですけれども、タイプ C になりました。まあ今ね、もう大体のものがタイプ C での充電ですので、それに合わせたという感じですね。まああとね、デザインも若干違うんですけれども、それ以外は同じような性能となっております。それではね、まずはこれ付属品を見ていきましょう。まずこちらがね、ヘッドライトとして使うときに使用するマウントとバンドです。で、取扱説明書、日本語でも書いてあります。交換用のオーリングと充電ポートのキャップ、充電用の USB Type-C ケーブル、そしてこちら、クリップです。そう、このクリップを装着することによって、ズボンにつけたりとか、あとね、こういう胸ポケットとかにつけとくことによって、それでこう前を照らすこともできるわけですね。このクリップはね、非常に便利だと思います。それではこの本体見ていきましょう。それではこの TH30V2 近くで見てみましょう。まずこれ全長がカタログスペックで 107mm となっています。まあだからだいたい 10cm ちょっとってところですね。この初代の TH30 とサイズ感はほぼ同じ感じですね。で、重さはバッテリーを除いて 70g となっています。それでは見ていきましょう。まずはね、このヘッドの部分ですね。これはね、ヘッドライトとして使うということで、通常のフラッシュライトだとね、ライトの向きはこうなんですけれども、これは横向きにライトがついていますね。実はね、この横向きライトって普通に手で持って使うにも便利でね、こうやって持てるんですよ。これね、意外と私好きなんですよね。 LED 本体はこんな感じで、リフレクターはね、結構幅広く照らすタイプですので浅めとなっています。で、この LED 本体とリフレクター周りもね、初代とあまり変わりはないですね。そしてここには放熱用のフィンがあります。で、先ほどお見せしましたけれども、こちらには充電ポートがあります。 USB Type-C ですね。で、ライトの下にはスルーナイト TH30V2 のプリントがあります。そしてちょっとデザインが変わったのが、この電源スイッチですね。電源マークがついていて、で、ボタン自体がね、ちょっとこう盛り上がった感じになってるのがわかりますでしょうか。これがね、初代の方はこんな感じで、くぼんだボタンだったんですね。で、ボタン本体はチェッカリングだったんですよ。まあデザインは変わったんですけれども、特にね、こう押しづらいとかそういうことはないですね。むしろこう出っ張ってる方が頭につけていて、ライト本体が見えていない時でも手探りで押しやすいかもしれないですね。ただ逆に、誤動作させてしまう可能性というのもありますので、運搬中とか気をつけないといけないかもしれないですね。まあそんな時はね、ちょっとこのキャップひねっておけばつかなくなりますので、運搬時はちょっと緩めておくといいかもしれないですね。そして胴体部分ですね。こちらも滑り止めのパターンが変わりましたね。何もないスムースな面と、セレーションが刻んである面、これが交互にある感じになっています。で、ここにね、2箇所くびれがあるんですけれども、このヘッドライトとして使う時のマウントのね、このゴムがかかる部分なわけですね。それとこのクリップ、これをね、ここにこうつけることができるわけです。そしてテール部分です。ここはね、ひねって開ければバッテリーを取り出すことができます。18350バッテリーですね。違う、18650バッテリーですね。はい、結構フラッシュライトでは定番のバッテリーかと思います。それでは明るさのね、カタログスペックでございます。まずね、この長押しでのファイアフライ、一番暗いモードですね。これが 0.3 ルーメン、動作時間が29日間。で、通常点灯ローですね、はい、ローモード、これが30ルーメン、55時間。次、ミディアムとの間、リーディングっていうね、新しいこれモードですね。これが131ルーメン、13時間となっています。で、その次が、これがミディアムですね。345ルーメン、5時間となっています。これがハイ、
1256ルーメンから867ルーメン 4.5 分間と111分間となっています。でダブルクリックでターボモード、3320ルーメンから853ルーメン2分間と110分間となっています。やっぱねターボモードにするとさすがにちょっと熱くなりますね。で今回はこれ3回カチカチカチってやるとストロボモードではなくて SOS モードになってます。まあ、むやみやたらに使わない方がいいでしょう。665ルーメン350分間となっています。でこちら最大照射距離が 170m、 対衝撃 1.5m、 IPX8 となっております。それではこちら外でねちょっと使ってみましたので映像をご覧いただきたいと思います。それでは TH30V2 外でちょっと使ってみたいと思います。まずは一番暗いファイヤーフライモードですね。はい、こんな感じです。まあいつも通りねこう手元とかをちょっと照らしたい時にちょうどいい明るさですかね。結構ね真っ暗な中で急に明るいのをつけると目がくらんだりしますので、本当に手元をちょっと見たい時は意外とこの明るさっていうのは重宝します。では次ローモードです。はい、こちらがローモードですね。こんな感じでローモードでも結構明るいですね。真っ暗闇ではないちょっと周りに明かりがある状況の散歩とかだったらちょうどいいぐらいではないでしょうか。では次、はい、また明るくなりましたね。普段使いは多分このぐらいの明るさですかね。そしてね今回のはこうやって見ていただければわかるんですけれども、スポットがそんなに強くなくて、かつかなりねこうやって広い範囲を照らすことができるんですね。なので、まあハイキングですとかキャンプ、まああとはもちろんね今回これヘッドマウントがついていますので、まあなんか工事現場とかそういうところでも結構使いやすい感じかなと思います。では次ですね。はい、またね先ほどよりもちょっと明るくなりました。まあ普段使いだとさっきのか明るいのが良ければこっちかなっていう感じでしょうか。かなり明るく照らしていますので、真っ暗闇の中を歩く場合はまあこのぐらいの明るさが欲しいところですかね。では次です。はい、めちゃくちゃね明るくなりました。カメラ越しでもねこうやって地面がはっきり見えますので相当明るいのがわかるかと思います。まあかなりね頼もしい明るさではあるんですけれども、結構これは暑くなるかな。常時この明るさで使用するのはちょっと熱的な意味でね危ないかもしれないですね。はい、こんな感じでねかなり広く、そして奥の方まで照らすことができます。でターボモードです。はい、こんな感じですね。超明るいですね。あたり一面を明るく照らしてくれます。スポットがきつくなくてね本当にもうこう全体を照らす感じなので、結構歩いたりするのにね便利かなって感じですね。特に今回腰のクリップがついてますので、腰にねこう装着してこうやって歩くのにちょうどいいですね。目の前をかなり幅広く照らしてくれますのでとても心強いかと思います。で木を照らすとねこんな感じですね。かなり明るく照らせているのがわかるかと思います。はい、とまあ外で使うとこんな感じでございました。はい、という感じでですね今回はこちらスルーナイトのフラッシュライト TH30V2 の紹介でございました。いや本当ねこの初代の TH30 からの正当進化という感じですね。非常に広い範囲を照らして、でヘッドライトとしても使えますし、このクリップを使えばね胸ポケットとかにも差しながら前方を照らせるという、ハイキングとか山登りとかね結構そういったアクティブな要素に向いているかなと思います。まああとはねキャンプとかでもこれ横向きのライトなので、こうやってね机の上に置いてこういう風に照らしておけるんですよ。まあなのでねキャンプもそうですし DIY の最中の明かりとかね、まあ本当あのいろいろ使えるかなと思います。で、このね TH30V2 のお値段、実はですねこの動画撮ってる今 Amazon で在庫切れかねちょっとわかんないんですけどないんですよ。ちょっとページが表示されなくて、スルーナイトの公式ページを見ると 69.95 ドルとなっています。まあなのでね多分7000円前後ぐらいですかね、1万円しないぐらいで買えるかなと思います。まあですのでね結構アウトドアが趣味という方は候補の一つにしてみてはいかがでしょうか。まあそんな感じで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良ければ評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
それでは、じゃあね。